景色がいい。最高じゃないですか。今日はですね、札幌のお隣の石狩市に向かってます。ゆりえはどういうイメージを持ってるんですか？いや、それこそでも港町なので、うん、ちょっと海鮮物とかね、うん、美味しいイメージが、うん、まあ、港では大人気の朝市。お、朝市、あ、熱田区は店の数も多くて、うん、期間も長くやっているということなんですよ。寄ってみようか。行きますか。新鮮な海の幸が驚きの価格。僕ね、買い物上手ですよ。ゲットしたものとは？すごいでしょ。こう人っていうのはね、普段の、はい、こう行いっていうのは結構大事ですよ。さらに熱田名物タコ飯をかけた争奪戦。走れない、もう無理。地元の人たちとの出会いを求めて海岸線の街を訪問。訪れた先を結んで人々のつながりを表した大きな一つの輪を作ろう。海岸線ふれあいドライブ第2弾。